充したいならワンピースもワス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 ワンシーン狂わせてくれないワンピース殺すなって歌詞にありましたけど、その天馬さんの書いた詩に殴られるような気持ち、世界に訴えかけるべきアルバムだなって思いました。あの今の日本にとっても必要なことが、なんだろう、アルバムに詰め込まれてると思いました。なんか心臓をえぐられるような曲とか、全体的にそういうアルバムだなというふうに思いました。なんでしょうね、なんかすごい圧を感じましたね。もう何回も何回も聴くのにすごい良さが分かると思うんです。絶対に CD を買った方がいいアルバムだと思います。歌詞カードを見ながらぜひ大音量とか家で聴いてほしいです。すごく情報量と言葉の力が強くて、聴き終わった後にハーッとため息をついちゃうような、一人の女の子のあの物語なんだろうなっていうのがやっぱ前編を通して聞くことによって分かったかなっていう気がします。もうすごく内容が濃い、こってりしたアルバム、全て濃かったです。とにかく濃厚でした。新しく何かを作っていくっていう方向性がすごくよく強く見られるアルバムだなと思います。脳みそがすごい揺さぶられる感じで、頭がぼーっとしちゃって高熱出しそうなぐらい熱いアルバムだったなと思います。メンバーさんの一人一人の個性がすごい出てて、で今までにないいろんなものが入ってて、すごい感動しました。最初から最後まで本当に映画を見てるようなノンストップな一枚でしたね。一瞬で突き落とされた感じがします。もうアバンギャルド好きで、好きになって本当に良かったと思いました。なんか攻撃的というか、すごい暴力的なアイヴァンギャルドだなというのが、はい、率直な感想でした。メンバーが考えていること、感じていること、自分たちがこういうことを考えているよということを伝えているのかなって思いました。ショーを捨てよ、街へ出よう。だけど、アーバンのアルバムは捨てることがないと思います。